日本全国のハローマック跡地をゲストしていきたいと思います。え、ニッチすぎる。ニッチなジオゲスターなら任せてくださいよ。あずきにお任せください。まずハローマックとは何ぞやという方のためにちょっとウィキペディアウィキペディアより、ハローマックとはおもちゃ屋さんでございまして、千代田という会社が1985年から2008年まで運営していたおもちゃ屋さんでございます。で、なんでまあこの今日のマップを選んだかと言いますと、このハローマック、今回跡地なんですけど、このハローマックのお店店舗がなんかメルヘンなお城っぽいんだよね。で、そのお城っぽいそのお店をそのまま居抜き物件って形で別のお店に変わっているところがいっぱいありまして、今日はちょっとそんなマニアックなハローマック跡地をゲスしていきたいと思います。次最後にしよう。うわー、待って、もうこんな時間、気づいたらまだ1時間ぐらいだと思ったら、ジオゲス早いな。次、お、本 DVD、あ、ファミマチェック。これなんて読むんだろう。入りそう。怪しい店、男の怪しい店、男の DVD。 何ですか、男の DVD って。入りそう、怪しいあー、おもちゃのお店が怪しい店になっちゃった。狭山入りそう、狭山市入りそう運動公園、埼玉県。ここにウェルペン水の、いや、ここだ。名前がついてない。あ、怪しいお店、怪しいお店ってこと。待って、このさ、隣り合ってるから、もともとハローマークとここ靴だった、靴屋さんだったんかな。怪しい店なの、怪しい店なの。男の DVD って何ですか。おもちゃ屋さんが、大人のおもちゃ屋さんになっちゃったの。ゲス。次